皆さんこんにちは。人事課課管理担当課長の林です今日はこれから公務員としての心構えと題する研修動画をご覧いただきます。こうした研修を受けることも市職員として大事なことですしこれから公務員として働く中で大切な内容が含まれています。本研修のテキストも一緒に配布しておりますのでお手元に用意していただくなどして テキストも見ながら講義を聞いていいてただくようお願いします。では、目次です。今日の研修は1から6まで、この順番に沿って進めていきます。では、1ページをご覧ください。1、会計年度任用職員の含むです。まず、地方公務員法です。広島市をはじめ、全国の地方自治体職員は、地方公務員法という法律により、 給与や勤務条件、そして副務など、基本的な事項が定められています。副務とは簡単に言えば、守るべき決まりや義務と考えてください。次に、地方公務員法上の服務について見ていきます。これは大きく分けて、職務上の服務と身分上の服務に分けられます。まず、職務上の服務です。これは、職務に当たっている際に守らないといけないものです。 次に身分上の服務です。これは地方公務員という身分を持っているがゆえに守らないといけないものです。ですので勤務時間中かどうかに関わらず常に守らないといけないものということになります。では職務上の服務から説明していきます。まず第32条法令等及び上司の職務上の命令に従う義務です。私たち地方公務員が 職務を遂行するにあたっては法令、条例、規則、規定などに従う義務がありますそして上司の職務命令に従う義務もありますただし明らかに違法な場合、公序良俗に反する場合物理的に不可能な場合などには従う必要はありません次に第35条の職務に専念する義務です 皆さんにはすでにそれぞれ割り当てられた職務があります。当然、勤務時間中は、その割り当てられた職務に専念しないといけません。逆に言えば、勤務時間中に居眠りやスマホでゲームをする、腸内パソコンで仕事に関係のないサイトを見るなど、職務以外のことをしてはいけないということです。なお、言うまでもないことかもしれませんが、週休日や休日など、法律等に特別の定めがある場合は、 この職務に専念する義務は免除されます。次に、身分上の服務です。まず、第33条の信用失墜行為の禁止です。信用失墜行為とは、職の信用を傷つける行為と、職全体の不名誉となるような行為をまとめて言います。直接職務に関係のない個人的な行為であっても、これに該当します。職の信用を傷つける行為とは、職権乱用、収賄等の汚職、 ストライキ等の葬儀行為の企画、誘導、実行などがこれにあたります。職全体の不名誉となるような行為とは、勤務時間外の飲酒運転、万引き、盗撮等がこれにあたります。次に第34条、秘密を守る義務です。市民は私たち広島市職員を信用するからこそ安心して様々な情報も預けます。ここで言う職務上知り得たというのは、 担当する職務に関するものだけでなく担当外のものであっても職務に関連して知り得たものも含まれますまた秘密というのは一般的に知られてない事実でそれを一般に知らしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものがこれにあたりますまた在職中はもちろんですが広島市を辞めた後も漏らしてはならないこととなっています 次に第36条の政治的行為の制限です。具体的な禁止、制限される政治的行為については、まず政党など政治的団体の結成に携わったり、その役員に就任してはいけません。そして国会議員の選挙など、公の選挙に関して投票勧誘運動などはしてはいけないというものです。ただし、一部を除く地方公営企業職員や、 技能業務職員などはこの政治的行為の制限の適用は受けません次に第37条葬儀行為等の禁止です葬儀行為等はいわゆるストライキなどがこれにあたりますなお第57条により地方公営企業職員や技能業務職員は本条ではなく別の法律の適用を受けるとされていますがその別の法律において葬儀行為等が禁止されています 次に第38条営利企業への従事等の制限です一般的には兼業とか副業と言われていますが許可なくそういったことをしてはいけないというものですインターネットを使った販売も継続的に続けていればこの制限にあたる可能性がありますこの営利企業への従事等の制限については職務の構成の確保職員の品位の保持及び 職務への支障の観点から原則として認められず厳格な運用を行っています。なお、パートタイムの会計年度任用職員には適用はなく許可は必要ありません。しかし本市の場合、信用失墜行為の禁止等の観点から所属庁に兼業報告書を提出することとしています。次にテキスト2ページをご覧ください。広島市職員倫理規則において 職員が倫理保持のために遵守すべき基準として、倫理行動基準を定めています。テキストに全文を記載しておりますが、大変重要なので読み上げさせてもらいます。1. 職員は市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について、市民の一部に対してのみ有利な取り扱いをすると市民に対し、 不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。2>, 2、職員は常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。3、職員は法律または条例により与えられた権限の行使に当たっては、 当該権限の行使の対象となる者から金銭、物品、その他の財産上の利益の供与、または共和接待を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。4、職員は職務の遂行にあたっては公共の利益の増進を目指し全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。5、職員は勤務時間外においても、 自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないことこのように5つのことを定めていますがこの倫理行動基準には公正な職務執行を行うことや公共の利益のために全力で取り組むことなどの行うべきことまた職務や地位を私的利益のために用いてはならないことなど行ってはならないことという2つの面があります。 次に3ページをご覧ください。あなたはどう判断しますかです。テキストの16問の説問について、公務員の服務制度上、大丈夫と思うものは○。違反行為だと思うものは×を選んでください。一旦動画を止めて考えてみてください。回答が全て終わりましたら、動画を再開してください。では、お願いします。まず問題1は、職務専念義務違反となりますので×です。 次に問題にも職務専念義務違反となりますので×です。次に問題3も職務専念義務違反となりますので×です。問題4ですが、えー、これは〇です。移動中何をやってもよいというものではありませんが、このケースでは OK ということです。問題5ですが、 これは職務専念義務違反となりますので、×です。問題6ですが、これは公物、公のものを不適正使用したことになり、信用失墜行為に該当するので、×です。問題7は、相手に非があるとしても、どなる行為自体が信用失墜行為になるので、×です。問題8は×です。 交通事故の場合、自分の過失がゼロでない限り、信用失墜行為になります。問題９はバツです。特に一般道で時速30キロメートル以上、高速道路で時速40キロメートル以上の超過は、いわゆる赤切符を切られることになり、刑事罰の対象となります。懲戒処分の対象ともなりますので注意してください。問題10は丸です。 このケースはこの対応で大丈夫ということです。問題十一はマルです。上司の職務上の命令に従う義務があるのは直属の上司です。問題十二はマルです。問題ありません。従う義務のある命令は適法なものに限られます。問題十三はマルです。一回という本質問のケースでは問題なしと考えられます。 これが複数回続くと、営利企業従事等とみなされる可能性があります。問題十四は、守秘義務違反となりますから、罰です。問題十五は罰です。設問では詳しい状況が不明ですが。配偶者だからといって、安易に情報を伝えるのは問題があるということです。最後の問題、十六は罰です。 罰則の有無に関わらず私たちは法令等を遵守する必要があるということを忘れないようにしてくださいいかがでしたでしょうかもちろん全問正解であることに越したことはないのですが大切なのはこうした判断を毎日迫られる可能性があるということですでは4ページをお開きください 2. 懲戒処分の標準例ですまず懲戒処分とは簡単に言いますと 職員が非行為を行った場合に課せられる制裁のことです。非行為とは、これも簡単に言いますと、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行と考えてください。ここで言う懲戒処分の標準例とは、職員が非行為を行った場合の標準的な懲戒処分の量亭を明確にしたものです。具体的には、地方公務員法第29条に定める懲戒処分として、開国 減給、定職、免職の四つの処分がありますこちらが懲戒処分の標準例の一覧の一部です一覧表の見方ですが例えば一番上の収賄は免職の欄にしか丸がありませんから収賄を行った職員に対しては免職を基準として処分が検討されるということです一点注意していただきたいのは四ページ中段にあります 欠勤の項目です。年次有給休,休暇を与えられている会計年度任用職員については、この欠勤による懲戒処分の対象になりますので、該当の方は計画的に年次有給休,休暇を使っていただき、欠勤とならないようよろしくお願いします。その他の区分についてもテキストに載せておりますので、一度目を通しておいてください。また、6ページから9ページまで、 令和2年度の職員による不祥事の事例を載せておりますので参考にしてください次に10ページをご覧ください 3. 飲酒運転を防止するためにです令和元年12月1日号の市民と市政の記事の抜粋ですが飲酒運転をしない、させない、許さないとあり具体的な防止策を記載しています読み上げますと飲酒する場所に車を運転していかない 酒を飲んだ人に車を貸さない、運転する人に酒を勧めない、酒を飲んで運転する人を静止する、その車に同乗しない、ハンドルキーパー運動など、みんなの力で飲酒運転を根絶させる、です。飲酒運転防止のためには、個人が気をつけるだけでは限界があります。周りの家族や同僚など他人を巻き込んで、絶対にしない、 できないような仕組みを作っていく必要があります。次に飲酒運転がもたらす結果、代償です。まず、悲惨な交通事故につながります。他人の命を奪うなど、取り返しのつかないことになります。また、経済的にも重い代償を負うことになります。懲役、または罰金に処せられます。運転免許は取り消し、または停止になります。 逮捕されれば実名で報道されるでしょうそして原則懲戒免職になり公務員の身分を失います再就職にもまた地域活動や趣味、遊びなどのプライベート活動等にも大きな影響が及ぶでしょう家族にも大きな影響が及びます収入の道が立たれ家族関係に影響が及ぶことがあるかもしれません ここでは穏やかな表現にしていますが、具体的には夫婦で言うと離婚、親子であれば別居といったように、これまで当たり前だと思ってた関係が壊れてしまう可能性があるということです。組織、職場にとっても大きなダメージです。職場の仲間などにも大きな影響が及びます。また、業務に支障が生じ、信頼回復には多くの努力と長い時間が必要です。 実際、新聞報道などで勤務先まで分かってしまうケースが多いです。そうした場合は、職場に来られた方や電話、メールなどで多くの批判が寄せられることになります。そして、その対応するのは皆さんの職場の上司や同僚になります。おそらく皆さん方は、飲酒運転はしてはならないと認識はしているはずですが、残念ながら、広島市を含む自治体職員が、 飲酒運転で逮捕されたという新聞記事を今でも目にします。飲酒運転を人事とか不幸な出来事などと捉えず、職員一人一人が飲酒運転根絶に取り組んでいただくよう強くお願いします。では、十一ページをご覧ください。四ハラスメントです。広島市では、広島市ハラスメント対策基本方針を定め、これに基づいて、 各種ハラスメント対策を実施していますこの基本方針ではハラスメントを3つに分類していますセクシャルハラスメントパワーハラスメントそして妊娠出産育児または介護に関するハラスメントですまずセクシャルハラスメントですこれは先ほどの基本方針上で3つの類型に分けられていますまず対価型です 優越的立場を利用して性的な要求を行い、その反応によって何らかの利益または不利益を与えるものになります。次に環境型です。性的な言動により職場環境を悪化させるものになります。次にジェンダーハラスメントです。性別に関する固定観念や役割意識に基づく言動により、他のものを不快にさせるものになります。 性的思考かかいいとすす。るこことともこれにあたります性的指向とは人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかを表すものであり具体的には恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛同性に向かう同性愛男女両方に向かう両性愛などを指し性自認とは性別に関する自,自己意識のことを言います。 テキストにも詳しく説明していますので目を通しておいてください12ページをご覧ください次にパワーハラスメントについてですパワーハラスメントとは職権や職務上の優越的立場などを背景に適正な業務の範疇を超えてする相手の人格と尊厳を侵害しまたは職場環境を悪化させる言動です広島市ハラスメント対策基本方針では このパワーハラスメントを6類型に分類しています。この6類型について具体例を示しながら説明します。1、身体的な攻撃、暴行、障害です。具体的な行為の例としては、書類で頭を叩く、部下を殴ったり蹴ったりするなどです。2、精神的な攻撃、 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言、必要な非難、です。具体的な行為の例としては机を叩いたり提出された書類を破り捨てるなど感情的で威圧的な行為をするそんなことも満足にできないのか情けないこんなに能力が低いやつがいるとは思わなかったなどと発言する改善点を具体的に指示することなく 何日間にもわたって繰り返し文書の書き直しをさせるなどです。具体的な行為の例としては気に入らない部下を無視し会議にも参加させない会員全員に送付する業務連絡のメールを特定の職員にだけ送付しない飲み会への参加を強要し 参加を断った職員を付き合いの悪いやつなどと礼遇するなどです丸 ④ 過大な要求職務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制仕事の妨害です具体的な行為としてはこれまで分担して行ってきた大量の業務を未経験の職員に全部押し付け 期限内にすべて処理するよう言明する。緊急性がないにもかかわらず毎週のように休日出勤させる。などです。丸五過少な要求。職務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことです。具体的な行為の例としては。 事務職なのに草むしりだけさせるなどです最後に丸六、個の侵害私的なことに過度に立ち入ることです具体的な行為の例としては交際相手について必要に聞く部下の家族の個人情報を部下の同意なく言いふらすなどです次に三。 妊娠・出産・育児または介護に関するハラスメントです。これは、対応により次の二類型に分類しています。制度等の利用への嫌がらせ方は、制度等の利用に関する言動により職場環境が害されるものです。例としては、職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用の請求等をしたこと、または、 制度等の利用をしたことにより上司が当該職員に対し任用上や休養上の取扱いに関し不利益を受けることを示唆することなどがこれに当たります状態への嫌がらせ型は妊娠等をしたことに関する言動により職場環境が害されるものです例としては職員が妊娠等をしたことにより上司または同僚が当該職員に対し繰り返しもしくは継続的に 嫌がらせ的な言動をすること業務に従事させないことまたはもっぱら雑用に従事させることなどがこれにあたります次に13ページをご覧ください4ハラスメントの及ぼす影響ですまず被害者に対しては人格や尊厳を傷つけ心身に大きな影響を与えますまた働く意欲の低下や能力発揮を阻害します次に周囲に対してですが倫理観 モラルや四季の低下など職場環境が悪化します。そして、ワークライフバランスが実現できないという影響も出てきます。その結果、職員の離職や生産性の低下も生じるということになります。そして、加害者への影響としては、信用失墜行為として懲戒処分の対象にもなります。それだけに収まらず、処分が行われた後、加害者にも心身に影響が出る可能性もあります。 またテキストの13ページから14ページに職員の行動指針相談窓口を記載しておりますのでこれについても目を通しておいてください次に15ページをご覧ください 5. その他の他関係です。まず1個人情報保護情報セキュリティについてです先ほど秘密を守る義務について説明しましたがもし皆さんの職場で個人情報を扱う機会が多いのであれば 必ず目を通しておいてください次に16ページをご覧ください広島市職員の通報等に関する要項です一般には内部通報制度として知られているものです本市も内部通報制度、公益通報制度として要項を制定しており市政に対する市民の信頼の確保を目的としていますなお不正の利益を得る目的 他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報等を行ってはならないとされています。通報対象は、事務執行に関する法令違反、公正を害する行為、非行為となります。通報窓口は、こちらに記載の2名の通報相談員です。次に3、クレーム対応マニュアル、クレーム対応あれこれです。 内容としてはここに記載の項目について詳しく書かれています市民対応がある職場については参考になると思いますので一度目を通しておいてください次に17ページをご覧ください4障害者差別解消法及び広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例に係る対応です障害者差別解消法が 平成28年4月1日に施行されましたテキストのカッ1法の概要の部分を確認しておいてくださいそしてカッ2にありますように広島市では職員対応要領を策定していることそしてカッ3の相談体制にも目を通していただき把握しておいてください特に市民対応がある所属においては必ず目を通しておいてください では18ページをご覧ください最後のまとめとして職業倫理と公務員倫理等について簡単に説明します職業倫理とは社会で職業を持つものとして守るべき常識や各種マナー、担当業務の知識や組織としての業務遂行などです民間でも必要とされることですが私たち公務員も身につけておくべきものです 一方、この研修では公務員倫理として全体の奉仕者であることを背景とした服務規律を主に説明してきました。皆さんは各種マナーや担当業務の知識といった職業倫理だけではなく公務員という身分上の服務例えば信用失墜行為の禁止といった服務規律などの公務員倫理についても身につけておく必要があるということを 折に触れてて思思いいい出したただけたらと思います大阪府市町村振興協会の報告書の中に「あなたの大切な人にあなたの行動を誇ることができますか?」という言葉が出ています。職員の配偶者や親子供に言えないようなこと後ろ暗いようなことはおそらく公務員としてやってはいけないことなどではないかということを わかりやすく表現している言葉だと思います自分には不祥事は関係ない倫理のことなど言われなくてもわかっているという思いでは不祥事はなくなりません職員一人一人が自らの問題として捉え不祥事の根絶に取り組んでいただきますよう最後にお願いしてこの研修を終わりますありがとうございました